階のクローゼットケースを作りたいと思います。出来上がりができました。よいしょ。 IKEA の棚は作り終わりました。メラニン化粧板を5枚とカットしたものを用意して、これからクローゼットを作りたいと思います。大枠ができたので、今からこれをここに移動しようと思うんですが、下はこんな感じなので、落ちないように。今作った棚と IKEA で作った棚をドッキングさせます。今日一番これが大変かなと思いますが、頑張ります。
では早速仕上がりを見てみましょう。こんな感じで結構大きいですね。これ確か180あるので結構大きいサイズの棚になってます。下は靴とかを入れようかなと。でこの辺も下は靴で上はシャツ、その上はどうするかはまだ決めてません。ちょっとかっこよくすればなんとか形になるのかなというふうに